こんにちは。6月2日水曜日のスーパーニュースです。真っ暗な地下鉄のトンネルに新登場です。あ、ご覧ください。テレビのように映像が窓の外に映っています。走る電車の窓からあの CM が一体どうなってるの？地下鉄の窓から見えるのは真っ暗なトンネルのみ。ところが明日からはこんな映像を見ることができるようになります。東京の地下鉄に登場する新たな広告。電車内でよく見る中吊り広告などとは全く違う形の広告が見れるということなんですけども、あ、ご覧ください。テレビのように映像が窓の外に映っています。まるで動く映画館のようです。突然窓の外に現れた巨大なコマーシャルフィルム。こちらが明日から東京メトロで始まる大型トンネル内 CM です。しかし一体どうやって窓の外に画像が？その原理はこれ、パラパラ漫画です。まあ、このようなですね、連続した静止画が印刷されている特殊な、まあ、フィルム、こちらの方を、まあ、ボックスの中に、挿入させていただきまして、細長い隙間の空いた特殊なディスプレイ、この前を素早く移動すると残像によって静止画が動いているように見えるのです。今回は高さ85センチ、幅 1.2 メートルのディスプレイを150個、200メートルにわたってトンネルの壁に設置。およそ15秒間の映像を映し出します。この出来栄えに広告制作した代理店関係者もびっくりです。すごいなんかびっくりしましたっていうのが正直な印象なんですけど、すごい大きかったんで何かテレビみたいな見てるような感じでしたね。あ、結構一瞬だったんですけど迫力があってびっくりしました。アメリカの広告会社が編み出したサブメディア方式と呼ばれる大型トンネル内 CM、 今回の東京メトロでのサービス開始が日本で初めてとなります。今まで真っ暗だったトンネルがですね、新しい広告提供ですとか、まあ、面白い動画提供の場になるということですね。この広告、明日から東京メトロ銀座線渋谷方面行きの溜池山王駅から赤坂見附駅の間で見ることができます。